皆さんこんにちは。今日は福井県の敦賀駅に来ています。今日はですね、北陸新幹線開業後サンダーバード号が敦賀発着になるということで、敦賀から大阪まで特急サンダーバードが必要なのかというのを検証してみたいと思います。今日乗車するのはこちらの新快速大阪行きです。で、なんとですね、今回やってきたのはですね、223系の1000番台、しかも体質改善車なんですよ。駅の案内表示器を見ます。で、本来特急サンダーバードでよく見る京都方面大阪という表示なんですが、今回新快速では休日1日1本だけこの表示が見ることができます。体質改善車ということもあって、車内には液晶モニターがついています。で、見てわかる通り、敦賀からしばらくの駅は各駅に停車するようです。側面の表示器も新快速大阪行きとなっています。で、列車は湖西線経由ということで、本舞湖までは各駅に停まります。ところで、この列車は4両編成なんですね。まさかとは思いますけど、大都市に4両でぶち込むつもりなんでしょうか。湖西線経由新快速大阪行きは始発の敦賀駅を出発します。途中停車駅は大見舞湖までの各駅と、片田、比叡山坂本、大津京、山科、京都、高槻、新大阪です。大阪止まりの新快速自体は他にも設定がありますが、湖西線敦賀始発の列車はこの列車だけになります。さらにこの列車には他の列車にはない特別な特徴がありますので、そこも注目してみると面白いのかなと思います。敦賀を出て車窓の進行方向右側には敦賀運転センターがあります。今日は小浜線の125系が数両見ることができました。ちょっと賑やかな方かもしれないですね。はい、留置線が見えてくると列車は近江塩津の駅に到着します。というわけで、対向の列車は当駅止まりの回送列車でしょうか。ここから先、この列車は湖西線の片田方面へ、米原方面に行く北陸本線の列車を乗り換えです。今回は特急サンダーバードの必要性を確かめるために湖西線経由で行こうと思います。米原経由の列車とはこの先山科までお別れです。湖西線区間に入りました。湖西線はですね、最高時速が130キロと非常に高規格の路線に仕上がっているので、サンダーバードも新快速も普通列車もかなりのスピードで飛ばして走っています。で、眺めもすごく綺麗なので乗ってて楽しいですね。列車は牧野に到着します。カタカナ3文字で牧野。カタカナだけの駅ってなかなか珍しいと思います。しかもカタカナで3文字牧野というのは、そもそもこの場所の地名らしくて、こんな駅名他にはないのじゃないでしょうか。はい、大見今津の手前で急に減速し始めました。いやー、大見今津の手前でまさか詰まってるんでしょうかね。決してディスるつもりはないんですが、湖西線ってこの区間1時間2本程度しか走ってないような路線なので、詰まることはないと思うんですが。種明かしをしますとですね、この駅から前寄りに4両編成を連結します。ほとんどの新快速の場合、この駅から先12両編成になるんですが、この列車に限ってはなんと8両編成で終点大阪に向かいます。で、連結を行うために一旦ホーム手前で停車して、ゆっくりと進行していくという形になるわけです。今回の並結相手は225系の0番台です。まあ、新快速に関しては223系2000番台が大多数を占めているので、この225系に遭遇する機会というのはあんまりないんですが、結構レアかもしれません。列車は手信号に合わせてゆっくりと連結相手の225系に向けて進んでいきます。見事な連結でした。というわけで、連結が完了したので外に出て観察してみようと思います。製造時期の差ということもあるとは思うんですが、結構デザインに細かい差があるようですね。はい、新快速の16分後に敦賀駅を出発してきたサンダーバード12号の通過待ちです。こちらは珍しいですね。681系が先頭についていました。
新快速の反対側2番線には折り返し普通列車京都行きになる列車がやってまいりました。こちらはこの駅まで新快速でやってきた223系の2000番台です。いや、しかしやはり新快速は8両編成のこの223系2000番台がよく似合います。しかし223系の普通列車運用というのもなかなか面白い気がしますね。いつもは新快速でビュンビュン飛ばしてるのに、湖西線では普通列車、なかなか違和感がすごいです。というわけで225系0番台と並ぶシーンになります。こう見ると顔つきの違いがよくわかります。大見松では列車の並結と特急サンダーバード12号の通過待ちを行う関係で、停車時間が12分と長めに捉えています。なんだかんだで12分という停車時間はあっという間に過ぎて、列車は大見松駅を後にします。次の停車駅は新旭駅です。この列車よくよく考えてみれば8両編成の状態でこの駅を出たんですが、基本的にこの駅で12両になっています。ですが一部の列車は終点まで8両という形態を取るようで、この列車もその1本のようです。大見松を出て車窓の左側を見てみますと、なんとですね、琵琶湖が展望できます。いやー、これは非常に美しいですね。欲を言えばもうちょっと晴れてる日に見たかったです。大前湖を出ると列車は新快速らしく速達運転を開始します。というわけで次の片田までは平、滋賀、蓬莱、和仁、小野の5駅をまとめて通過します。というわけでようやく片田に到着です。この駅は一部の特急サンダーバードが停車する駅にはなっていますが、実際に日中止まる列車は新快速と普通だけになっていまして、朝夕以外サンダーバードを利用する機会はないように思います。大津京駅を出ると列車は琵琶湖線と合流します。琵琶湖線と合流するといよいよ京都府の山科駅になります。で、この列車は大見塩津からずっと湖西線を経由したわけなんですが、湖西線経由の方が線形も良く、またスピードも出せるため、やはり列車としては速くなります。参考程度に北陸本線、米原、琵琶湖線周りの列車は大見塩津からここ山科までは1時間と32分かかりますが、湖西線周りだと1時間20分と、まあ12分の停車時間があった割にはめちゃめちゃ早いと、これ結構な差だと思いません？列車はいよいよ京都に到着です。で、敦賀から京都って結構な大移動になるわけなんですが、まだまだ列車の旅は終わらず、いよいよ次の大阪まで JR 京都線に入っていくことになります。まあこの列車は新快速なので本来なら混むんですが、大阪止まりということもあって列車の混雑は次の快速列車に移るようでした。というわけでこの列車は結構空いた状態でそのまま京都を出発しています。はい、京都を出ると福福線の外側線を走るようになり、いよいよ新快速の本領発揮となります。福福線区間らしく普通列車を追い越す様子も楽しめます。いや、しかし新快速早いですね。高槻の手前で車両基地の脇を通過します。新快速は京都線に入ってからめちゃめちゃ飛ばしてまして、もう高槻なんですよ。結構あっという間でしたね。はい、新快速の大阪行きは高槻駅に到着します。この駅は一部のサンダーバードが停車する結構大きな駅にして、新快速は全ての列車が停車します。というわけでこの次がいよいよもう大阪市内の新大阪になりますね。高槻駅を出たあたりからまた賑やかになりました。321系の普通列車を追い越すと後ろから新快速がやってきました。いやー、こう考えると新快速ってほんと速いですね。今度は京都行きのスーパーハクトですか。いやー、楽しい区間ですね。京都を出てから24分しか経っていませんが、列車は新大阪の駅に到着します。この駅では大阪東線と東海道山陽新幹線との乗り換えが可能です。いやー、めちゃめちゃ早かったですね。あっという間でした。見てください、もうドア上のモニターがすごい寂しいですよ。もうあと大阪と新大阪しか出てないじゃないですか。新大阪を出ると列車は宿川を渡ります。というわけでいよいよ終点の大阪になります。始発の敦賀から2時間13分列車は終点の大阪駅に到着します。途中大見松での停車時間があったので、それを考えるとだいたい2時間ぐらいということになりますが、結構なスピードで
大阪にやってくることができました。本当に早かったです。で、この列車のちょうど16分後に敦賀駅を出発しているサンダーバード12号なんですが、なんと1時間と27分で走っています。ということを考えると30分ちょっとしか差がないんですね。ということで新快速というのは割と実用性が高いということがよくわかりました。検証結果としては新快速が実用的であり、サンダーバードを使わなくても快適に移動ができるということがよくわかったということになります。ということで、この動画が面白いと感じた方はチャンネル登録と高評価を、つまらないと思った方は遠慮なく低評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは。